今年もごつりカフェの文鳥福袋を購入しました。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、去年初めて赤星インコさんをお迎えしました。ということで今回は2つ、こちらが文鳥さんの福袋、そしてもう一つ、こちらが赤星インコさんの福袋です。今回はまず文鳥福袋の開封をしていきたいと思います。楽しみです。去年も文鳥福袋を2つ購入したんですけれども、今年はどうかな、何が入ってるか、もう本当に年一度のお楽しみなので、皆さんと楽しんでいけたらいいなと思ってます。まだ中見てないんですけど何が出てくるかちょっと楽しみで、適当に撮っていきます。1つ目、なんだこれなんだこれ、これこんなの私ちょっと初めて見たかも。なにこれ、モフモフしてるけど、ちょっと開けてみます。あーちょっとかわいい。これはぬいぐるみ付きブランケット、これを広げるとブランケットになってます。そんなに分厚いものじゃないからちょっと膝掛けにいいかな。100cm×70cm なのでちょうど膝掛けにいい感じですね。でちょっとこうかわいい。これモムちゃんがついてました。いやこれは初めて見ました。次、これはバスマット、ミニマット、バスマットじゃないか、これはさくらとぶんたのミニマットですね。しっかり厚みもあるので使えると思います。面 100% で大きさが 45cm 角、かわいい。次、あれ今度小物かな、この小物で最後ですね。なんだこれちょっと待って、これも初めて、前掛け作文ナップザック、大きさが 43×34、 面 100%、いいですねこれ楽しい。そしてこの中に、うわモコモコ靴下ですよ。すごい肌触り良くて、こっち側がモグちゃん、こっちがパクちゃんかわいい。すごいモコモコしてあったかそう、すごい嬉しい、すごい嬉しい。そしてメモ帳ですね。なんとも言えない味のある、何種類か入ってますね、絵がね、こうちゃんが黄昏れてるみたいな私も持ってないのでこれ嬉しいですね。そして次にこれですね、これはメガネ、パソコン、テレビ、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、カーナビ、デジタルカメラの画面などのホコリや汚れ、手垢取りにご利用いただけますって書いてあります10cm×10cm、 文鳥さんがすさーしてるねそして次、あ、これはコトリカフェのハンドタオルは去年と違う柄、これもね毎年大事に使ってます。これ最後かな、うん最後ですね。カレンダー、あ、こっちか。かわいい、見えるかな。1月、お餅、お餅文鳥。2月、鎌倉文鳥。かわいい。中にちゃんといるの。
小鳥カフェの福袋いかがでしたでしょうか。去年と全然内容が違ったのですごく楽しめました。これが衝撃かな。これが衝撃的で結構気に入ったかも。ナップザックとして使うのは勇気がいるけど、飾っておくのも可愛いね。これね、面白い。気に入りました。文鳥福袋を購入された方も結構いらっしゃると思うんですけど、ほぼほぼ多分一緒かなとは思うんですけど、もし私のはこんな感じだったよっていうちょっと違うものがあったらぜひ教えてください。次回は赤星インコの袋を開封していきたいと思います。よろしくお願いいたします。